スピリッツドアラチャンネル、バンテリンドーム名古屋です。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの25回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、長いシーズンを戦っていく上で一戦一戦集中して戦い続けるというのは非常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、シーズン中にはね、必ず波がありますからね、なるべく波のないようなシーズンにするのは非常に難しいですね。そうですよね。まずはドラゴンズの先発岡田がバンテリンドーム名古屋のマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、どうやって突破口を開くのかっていうのは、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。初球ボール、落としました。外れます。ボール先行です。低めはボール、ストライクが入りません。いや、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めストレート、空振りでストライク。3ボール1ストライクです。5球目は何で来るか。打ちました。この打球はフライになっています。石川抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている山崎。今シーズンここまでホームランは1本。岡田、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。取った。一塁送球。アウト、ツーアウト。バッターボックス、山田。今シーズンここまでホームランは24本。ツーアウトランナーありません。強振してきました。伸びていく、どうだどうだ、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあドラゴンズ先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。そうですよね。さあそのマウンド上の岡田、この状況にどう対応してくるか。まず変化球を見せてきました。バッターボックスの村上、今シーズンの得点圏打率は2割1分4厘となっています。外の低め見極めます。ここは甘くならないようにして、ダーッと当ててしまいました。デッドボール、完全にすっぽ抜けです。5番バッターサンタナ。ドラゴンズピンチを広げています。さあ1打出れば先制という場面。初球打ち、これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル、外へ持っていきましたが入りません。見ました。ボールです。これはいいボール、追い込みました。
打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ライトの前に落ちました。セカンドランナーホームイン。スワローズ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット1対0ドラゴンズ、なおも2塁1塁のピンチです。まあ、ここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面で打席には6番の中村が入っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。これはいけません。レッドボールです。ここはこれ以上傷口を広げたくないですね。さあこの場面でバッターボックスには7番の本山が入っています。これが1球目。初球打っていった、高い打球になった。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回スワローズ先手を取りました。1対0スワローズ先制です。打順の組み立てというのは難しいと思うんですが、このあたり西さんはどのように考えてらっしゃいますか？そうですね、1年間のシーズンを考えると選手の波もありますからね、その辺を見極めて打順を組み立てるというのは難しいでしょうね。そうですよね、監督の大きな仕事の一つです。京田が打席に入ります。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。切れていきます、ファウル、ワンストライクです。見送ってストライク、ノーボールツーストライクです。入れました、ファールボール、ノーボールツーストライクです。低め、これは外れます。これもファウル。引っ張った、難しいバウンド、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは注目のルーキーブライト。2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは奥川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。空振りになります。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか、変化球空振り、ツーアウトになっています。初球空振りです。タイミングややずれています。あっという間にツーストライクです。
変化球入りません。次が4球目。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。低めに外れてボール。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって1対0、スワローズが1点をリードしています。2回表に入ります。スワローズの攻撃、打順は8番荒木。さてドラゴンズの先発は岡田、今日が今シーズン初登板。初球空振りです。次が2球目。外の球外れています。打ちました。ここは打ち上げています。ショートに任せます。取ってワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の奥川がバッターボックスです。打たれてはいけない相手ですからね、しっかり抑えたいですね。そうですね。初球わずかに外れてボール。ストレート。ボールになります。いいコースだったんですけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター塩見、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。ファウルになります。低めはこれは入っていました。ノーボールツーストライクです。低め見送っています。ストレート外れました。高め見送っています。3ボール2ストライクです。ここは厳しいコースめがけて全力投球ですね。インサイド落ちました。高く上がった。さあどうだ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはスワローズです。2回裏に入ります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。バッターはマルティネス、昨日はマルチアンダーを記録しています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。外低めのボール、ここは150キロを計測しています。
外へ持ってきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。ボールになります。変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。打席には5番バッター石川。今シーズンここまでホームランは5本。奥川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。高め外れました。3球目は何で来るか。いいストレートですね。はい、低めストレート、空振りでストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになりました。最後はピッチャーの得意球で三振を喫しました。ある程度バッターも予測してたと思いますが、いいピッチングされましたね。バッターボックス阿部、ツーアウトランナーありません。まず道をついてきました。スピードボールを持っています。真ん中決まった。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。山崎が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回の裏1対0、スワローズが1点をリードしています。小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらないようにという。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。ボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボールになります。これが4球目。インコース空振り、2ボール2ストライクです。またファウル。打ちました。これはどうだ。取った。アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。2球目は何で来るか。素晴らしいコントロールですね。はい、低めのストレート、ストライク。ノーボールツーストライク。高めスライダー外れました。ライト方向を流しました。高い打球、ライト線、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは4番村上。先ほどの打席はデッドボールでした。
2アウトになっています。流しました。これはどうか。一塁送球します。判定はアウト。3アウトチェンジです。この回スワローズ三者凡退です。1対0、スワローズが1点をリードしています。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。これが2球目。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。3球目外れました。打ちました。これはスタンドへ入りそう。切りました。ファールボールです。ボールになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。アウトコース打ちました。セカンド取った。セカンドフォースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。ピッチャーに打順が回って先発の岡田が打席に入ります。まあピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。これが初球。初球空振りです。直球ストライク。あっという間に2ストライクです。ボールになります。さあ4球目は何か。見逃して三振です。3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。3回終わって1対0、1点リードはスワローズです。インサイド変化球決まっています。さてバッターボックスのサンタナ、どういったタイプのバッターでしょうか。まあそうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。ああそうです。引っ張った。詰まりながらもレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは6番中村。先ほどの打席はデッドボールでした。岡田まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックス元山、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。初球変化球空振りです。ファウルになります。膝元をつきましたが外れました。さあ勝負してくるのか。落ちるボールは
これは外れています。アウトロー外れます。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。いい当たり、これはどうか、破りました、センター前、ツーアウトランナー一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。コース自体は良かったんですけどね。バッターボックスは8番荒木。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ2球目は何か。アウトローを見送ってボール。牽制、一塁はセーフ、外れてボール。打ちました、痛烈な打球、ボールになります。フルカウントです。次が6球目。引っ張った、レフトに上がった。これはフェンスの手前、これは平凡なレフトフライ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。1対0、スワローズが1点をリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは京田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね、この回でしょうね。そうですね。高め外れてボール。外の低めです。ワンボールツーストライクです。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。三振になります。ワンアウトです。打席には2番バッターブライト。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。奥川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ストライクです。ノーボールツーストライクです。ボールになります。落ちる球を持ってきました。変化球外れました。3ボール2ストライク。変化球空振り、2アウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。
バッターは3番鵜飼。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。空振りになります。低めの際どいところですが外れています。真ん中へ。ツーボールツーストライクです。打ちました。打球はセンターへ。塩見が掴んでスリーアウトです。反撃したいドラゴンズでしたがここは三者凡退に終わっています。4回終了1対0、スワローズが1点をリードしています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めている感じですかね。ベンチの動きにも注目です。次が2球目、ストライクになります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。次が4球目、打ちました。ここは打ち上げています。レフトが取りました。打順はトップに帰って塩見。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが岡田、そしてスワローズが奥川、この2人の投げ合いとなっています。アウトコース、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。ボールになります。まあ次のボールが勝負ですね。しっかりコントロールしてギリギリに投げたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。まあここは腕を振ってしっかり狙って勝負。見逃して三振になります。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。外れました。ボールです。ボール先行です。ファウルになります。アウトコース見送っています。ここはフライになっています。これは平凡なライトフライ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはスワローズです。西さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあそろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、
そのあたり対策はできるんでしょうか。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。空振りになります。ワンボールツーストライクです。1対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。スタンドギリギリの打球でした。この場面でホームランが飛び出しました。普通ならね、あの高さではフェンスを越えないんですけどもね、伸びましたね。試合は振り出しに戻っています。バッターボックスは5番石川。ドラゴンズホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってね、この回で勝ち越しておきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。ボールになります。落ちる球、4球目は何で来るか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。山田が抑えています。ワンアウト。バッターボックス阿部、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので、期待しインサイド左中間へ打球伸びる。ここは打ち上げています。バッターは7番木下。まあここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。これが3球目。インコース変化球、決まりません。打ちました。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。5回終わって1対1、ドラゴンズ同点に追いつきました。ここまでのハイライトです。まずは初回、先制のランナーを置いて5番バッターサンタナ、追い込まれてからのタイムリー。ドラゴンズ先手を取られます。2回の裏、残念ながら4者連続三振、思うように攻撃できません。そして先ほど5回裏の攻撃、この回の先頭バッターマルティネス、勝負に来たところを捉えました。ドラゴンズ一振りで試合を振り出しに戻します。これから6回、スワローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号29ロドリゲスが2番手としてマウンドに上がります。緊迫感のある中での登板となりました。初球ストレート、見送っています。ボール。まあここはバッター狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。はい、低めの球手を出しました。
ワンボールツーストライクと追い込んでいます。変化球わずかに外れました。まあ次のボールが勝負ですね。なるほど。さあどう来るか。インコース詰まりました。ここはフライになっています。石川抑えてワンアウト。バッターボックスには4番村上。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。ちょっとすっぽ抜けた感じです。インハイ空振り。窮屈なスイングになりました。この球は外れています。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックスサンタナ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。大きく変化させてきました。ファウルになります。十分ご注意願います。低めはボール。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ三者凡退です。1対1同点です。6回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。今野がマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。インサイド落ちました。センターに抜けました。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー1塁です。積極的に初球打ち。見事積極策はまりました。狙ってましたね。さあ勝ち越しのランナーが一塁です。そしてバッターはピッチャーのロドリゲス。まあここは走らせても面白いと思いますよ。はい、そうですよね。まあ肩が強いキャッチャーですからここは走りにくいでしょうね。なるほど、そうです、ね、送ります。打ち上げてしまいました。送りバント失敗。さあ一塁に勝ち越しのランナーを置いています。バッターボックスには京田。まあここは送った方がいいと思いますけどね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやこれは残念でしたね。西さん、今の盗塁どうだったんでしょう。貴重な勝ち越しのランナーでしたから送ってもよかったかなと思いますね。そうですか。ここもファウルです。インコースを落としました。インコースボール。スリーボールツーストライクです。
インサイド打ち上げました。この打球はフライになっています。塩見が掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。6回終了1対1同点です。西さん、試合も終盤に差し掛かって同点です。これは面白い展開になってきましたね。まあそれは言えますね。ですからね、この辺の1点というのは大きいですよね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。まっすぐですね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。ノーボールツーストライク。この高めは外れます。引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。打席には7番バッター本山。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーをバントしました。正面に転がした。一塁アウト。見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー二塁。さあ、そしてバッターボックスには荒木が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、勝ち越しのランナーを背負った場面です。ここで勝ち越されてしまうと苦しくなってきますから、ここは一球も気を抜かないでほしいですね。なるほど、そうですね。まずはインコース進塁打を警戒します。2球目は何で来るか。高め打った。サード取った。一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。バッターボックスには代打のオスナ。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね。ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。打ち上げた。ファウルです。ノーボールワンストライクです。ファウルです。さあ、3球目は何か。この球は外れました。セカンドランナーホームイン。スワローズ勝ち越しました。2対1になりました。ドラゴンズさらにピンチが続きます。正直厳しい展開となってきました。代打に勝ち越しタイムリーが出ています。まあそうですよね。ちょっときつい感じにはなってますよね。この終盤でリードを奪われます。さあ、そして打席には塩見が、ここは勝負をしません。申告敬遠を選択しました。バッターは一塁へ向かいます。さあ、そしてバッターボックスには山崎が入っています。さあ、なおもピンチが続きます。左に切れてファウル。ワンボールツーストライクです。きっちりと見極めてボールです。
決まりました。見逃し三振です。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。皆さんのドラゴンズ愛で勝利へと導いてください。7回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。梅野が3番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の高橋。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。見逃し三振。ワンアウトです。打順は3番鵜飼。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。これが2球目。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。次が3球目。よく見ましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。元山が掴んで2アウト。4番バッターマルティネス、先ほどの打席で一時同点となるホームランを放っています。ツーアウトになっています。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。バットは動きません。よく見ています。インサイド落ちました。ファールゾーン切れそうです。掴んで3アウト。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって2対1、スワローズが1点をリードしています。これから8回スワローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16岩崎が3番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあ、初球は何か。インコース決まってストライク。154キロがいきなり出ました。さあ、2球目は何か。低めボール。まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。アウトコース外れます。インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ。ファウルになります。次の球もストレートはありですね。なるほど。さあ、どう来るか。
打ちました。ファーストが取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは4番村上。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。アウトコース、空振りです。次が2球目。打ちました。切れていきます。ファウル。インドを見送っています。アウトコース外れます。平行カウント。これもファウル。打ちました。流しました。これ飛びついて掴んだ。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。バッターは5番サンタナ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングを打ちました。マルティネス。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。まあこれ以上は点はやれないですからね。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2対1、スワローズが1点をリードしています。8回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号17、清水がマウンドに上がります。さあマウンドを任されたのは清水。初球は何で来るか。初球ボール。ストライクになります。改めてお聞きします。バッターの石川、打ちました。フェアかファウルか。わずかに右に切りました。ファールボール。高め打ちました。またファウル。三振です。ワンアウトです。バッターは6番阿部。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。低めの変化球です。打ちました。高い打球レフトへ。レフト掴んでツーアウト。打順は7番木下。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。
ストライクになります。外れてボール。これが4球目。打ちました。荒木一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって2対1、スワローズが1点をリードしています。これから9回スワローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。山本がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。まず何を投げてくるか。アウトコース、ボール。デッドボールだ。当たってしまいました。さあここでスワローズダイソーを送ります。渡辺がファーストランナーに入ります。さあ終盤離されたくない場面にノーアウトでのランナーを背負います。バッターは本山。思い切ってランナースタート。キャッチャー二塁送球する。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。全くその通りですね。バッターの本山、今シーズン低め打った、高いバウンド、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそして打席には荒木が入ります。さあワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。なるほど、そうですね。ストレート打った、切れました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。そうですか。まあ、次は縦スラで空振りを取りたいですね。ああそうですか。小宮山さん、三振を狙うために打った、サードの右、抑えた、一塁アウト、ランナー三塁はそのままです。バッターボックスには代打の青木。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。初球は何から入ってくるか。これで3アウト。スワローズサードランナー残塁に終わりました。2対1、1点リードはスワローズです。ドラゴンズ最後の攻撃になります。そしてスワローズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。西さん、こういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですか。そうなんですけどね、まあそうはいけられないですから、とにかく塁に出なきゃいけないですよね。そうですよね。出塁なるかこの回です。ボールになります。
ールになります。ストレート、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。これが5球目。打ちました。この当たりはどうか。バッターボックスには代打の福本。ワンアウトランナーありません。さあ守護神マクガフがドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。簡単には攻略できないでしょうね。そうですね。それでも何とかして得点までこぎつけたい。インサイド落ちました。これはどうだ。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター京田。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。この試合の行方を任されました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあ何とかしたい。低めの球ストライク、151キロ。3球目は何で来るか。いい角度で落ちました。ワンボールツーストライクです。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました。高いバウンド、元山。これで3アウト。試合終了になりました。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした。そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、いい試合でしたね。そうですよね。勝ったヤクルトスワローズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでバンテリンドーム名古屋から失礼します。本日は最後までご観戦ご声援いただきまして誠にありがとうございました。